に投げ飛ばされたのは初めてだぜ。生き物の死骸なんて埋めて何の意味がある。俺と戦え。いいねいいね。人間に投げ飛ばされたのは初めてだぜ。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。炎の呼吸奥義。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。俺の責務を全うする。なんだっけあの鳥。僕はどちらでもすぐに忘れるので。戦ったの親方様のお話を遮ったらダメだよ。なんだっけあの鳥。僕はどちらでもすぐには。師範の指示に従っただけなのでお礼を言われる筋合いはないから。さよなら。何を。指示されてないことはこれを投げて決める。どうでもいいの。師範の指示に従っただけなのでお礼を言われる筋合いはないから。さよなら。お前はとにかく判断が遅い。わしの言っていることがわかるか。自分の頭で考えられない。元を背負ってついてこい。お前はとにかく判断が遅い。わしの言っていることがわかるか。炭治郎の薬は飲みやすいだろ。そうだろ。俺と違うんだろ。エコ兵器だエコ兵器だ。何を言ってんだよ骨。守りきれないぜ。炭治郎の薬は飲みやすいだろ。そうだろ。俺と違うんだろ。エコ兵器だ。コンコロリ息も忘れてコンコロリ。よくやってくれた。お眠り。家族に会えるいい夢を。コンコロリ息も忘れてコンコロリ。よくやってくれた。お兄ちゃんどうしていつも謝るの。綺麗な着物が着れなかったらかわいそうなの。謝ったりしないで。お兄ちゃんなら分かってよ。お兄ちゃんどうしていつも謝るの。綺麗な着物が着れなかったらかわいそう。早く来い。あの方に失礼のないようにしろ。それはあの方がどうしてもと言うから連れてきたんだ。珠代様を傷つけたこと絶対に許さん。早く来い。あの方に失礼のないようにしろ。それはあの方がどうしてもと言うから。耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。面白いな面白いな。耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。開けてるだろ。一目瞭然に。だってめえ俺の嫁が遊郭に潜入して報酬集に励んでんだよ。無んじゃねえよ。脳みそ爆発してんのか。開けてるだろ。一目瞭然に。だってめえ俺の嫁が遊郭に潜入して。私は申します。その子はユシロ。鬼を人に戻す方法はあります。鬼仏寺以外は鬼を増やすことができないとされている。私は申します。その子はユシロ。鬼を人に戻す方法は。鬼になれ教授郎。生身を削る思いで戦ったとしても。そうか。やはりお前は鬼になれ教授郎。鬼になれ教授郎。生身を削る思いで戦ったとしても。なんだこいつ。俺の方が先輩なのに。水野と。なんで柱じゃないんだ。水野となんて何人来ても同じだ。意味がない。なんなんだこいつ。俺の方が先輩なのに。水野と。働かせてもらえてよかったです。足抜けって何。そうなんだ。スマオイランは足抜けしたんですか。俺のことはちゃんと分かってるはずだ。絶対に直します。働かせてもらえてよかったです。足抜けって何。そうなんだ。スマオイランは私の味方をしてくれないの。大体あんたさっき私が上限じゃないとか言ったわね。本当に私は上限の6だもん。本当だもん。私の味方をしてくれないの。大体あんたさっき私が上限じゃないと。情けをかけるな。何十年と生きている醜い化け物。あれは確か2年前のこと。生殺与奪の剣を。惨めったらしくうずくまるのはやめろ。情けをかけるな。何十年と生きている醜い化け物。あれは確か2年。お前の方こそ何をしている。さあかかってこい。わからない。努力は負けるかもしれないし勝つかもしれない。どれだけしても足りないんだよ。お前の方こそ何をしている。さあかかってこい。わからない。努力。ああ鬼に取り憑かれているのだ。早くこの哀れな子供を殺して解き放ってあげよう。かわいそうに。南無阿弥陀仏。ああ
鬼に取り憑かれているのだ。早くこの哀れな子供を殺す。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは思えないです。勝手に処分しちゃっていいんでしょうか。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握。おいおい、なんだか面白いことになってるな。何の保証にもなりはしません。からなんだというのか。ありえねえんだよバカが。おいおい、なんだか面白いことになってるな。何の保証にもな。肉付きもいいな。俺は殺す気で切ったけどな。いいなお前、いいな。肉付きもいいな。俺は殺す気で切ったけど。もしもし、大丈夫ですか富岡さん。鬼を切りに行くための私の攻撃は正当ですから、違反にはならないと思いますけど。もしもし、大丈夫ですか富岡さん。鬼を切りに行くため。辛いね天下。君の選んだ道は、戦いの場に身を置き続けるのは苦しいことだ。人の命を守るためにありがとう。辛いね天下。君の選んだ道は、戦いの場に身を置き続ける。大丈夫、きっとなれるよ。私が見てあげるもの、私たち鱗滝さんが大好きなんだ。それ以外にできることないと思うよ。大丈夫、きっとなれるよ。私が見てあげるもの、私たち鱗滝。偽物だったのだろ。俺たちの絆は本物じゃなかった。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。いつもどんな時も。偽物だったのだろ。俺たちの絆は本物じゃなかった。結局お前たちは。例のものは見つけたのか。お前は何か思い違いをしているようだ。赤座、耳に花札のような飾りをつけた。例のものは見つけたのか。お前は何か思い違いをしている。刀だよ刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やってみろ。刀だよ刀。今すぐ刀よこせ。最後は全身訓練です。端的に言えば鬼ごっこですね。あちらの金尾がお相手です。何かわからないことでも。炭治郎さんのお薬はそちらです。最後は全身訓練です。端的に言えば鬼ごっこですね。あちらの金尾がお相手。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって当たり前。言うことすべて信用できない。俺は信用しない。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって。さあさあ抜いてみな。日輪刀は別名色変わりの刀。俺は鮮やかな赤い刀身が見れると思ったのに。さあさあ抜いてみな。日輪刀は別名色変わりの刀。